どうも山田先生です。どうも、トシです。はい、トシ、はいはい、早速ですが、はい、今から酸素を出すので、酸素を出す、出すこのボンベでね、はいはいはい、集めてください。はい、あ、それが俺が、はい、はいはいはい、用意、始め集まった。うん、血出してみて多分これ、うん、二酸化炭素混ざってる、ね、あ、そうか、さすがに ね、じゃあどうやって集めるのっていうのを、うん、今日は勉強していきましょう。はい、はい、それでは今日の課題です。としさん、お願いします。どのように気体を集めるのだろうか。はい、ということで、はい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 、気体の集め方、はいはい、発生方法も含めて今日やっていくんですが、うん、こんな見覚えないですか。あったよ。あったね。口で集めろ。口では集めろ。口では絶対に集めるね。絶対集めろ。はい、ちなみに名前一個ずつ、はい、分かってる人も多いかもしれない、はい、初めての人もね、一緒に確認していきましょう。これ、うん、水で埋めてボコボってやる方法、はいはい、これ何だったっけ。私、これは水上置換法。水上置換法だよね、うん、これはこれはだから下の方だから下方置換法だよ、ね、うんうん、はい、下方置換法と言います。はい、はい、これは上に溜まっていくやつは逆に上方置換法。はい、上方置換法ですね、はい、じゃあ確認で、うん、3つの集め方が、まあ、代表的なものであったと、はい、どういう場合にどうなるのっていうのを、はいはい、確認していくね。はい、例えば、うん、今ここ水に溶けるか溶けないかっていう場合でね、ほうほうほう、うん、でこれがどっちだと水上置換法なの、うん、やっぱ水の中通ってくからね。通ってくからね、溶けにくくないと。そうだよね、溶けて消えちゃうもんね、うん、だから溶けにくいものはまず水上置換法ですよと、はい、溶けにくかったらもう水上置換法です、はい、一番確実に集められるから、うんうんうん、じゃあ溶けやすい中でも、うん、密度、空気よりも大きい小さいって書いてあるけども、ほうほうほう、分かりやすい言葉で、うん、重いか、はい、軽いか、なるほどね、どっちなのっていう話です、うんうん、じゃあ下方置換法って空気より重いやつなの軽いやつなの。やっぱでも空気がここにいて、うん、下の方だから、うん、重くないと、重くないといかない、沈んでいかないもんね、逃げちゃうもんね、うんうん、だから重いやつ、はい、ポイントが一番下までこのガラスのところが来るようになるべくね、うんうんうん、そうね、下から上に出していく、逃がしていく感じで、はいはいはい、で、はい、じゃあこっちは当然軽くなるということですね、はい、重い軽い水に溶ける溶けないで判断するのは分かったと、うん、だけど、まあ、そもそも、はいはい、二酸化炭素って水に溶ける、うん、いやそこまでね分からないので、はい、溶けるか溶けないか軽いか重いのか確認しながら、はい、実際に集めていきましょう。はい、で一つ目ですね、一、はい、つ目、うん、代表的なこいつです、はいはい、酸素。酸素ね、はい、酸素ってどういうイメージだし、なんか燃やすときにさ、燃やすとかね、燃えるとかさ、うん、とかこれがなくなると、うん、死んじゃう的な ね、うんうん、感じだよね、うん、ちなみに、はい、何と何混ぜて発生させるの。酸素。酸素、いや、なんだっけ、全然覚えてないよ俺。はい、これもう答え言っちゃうね、はいはい、これは過酸化水素水、ほうほうほう、と二酸化マンガンです、はいはいはい、これはちなみにオキシドールとも言います過酸化水素水と二酸化マンガン、ここテストに出ますので発生方法しっかり押さえておきましょう。で、密度は少し大きい、はい、少し大きい、少し大きいね、はい、溶けやすさは、ほう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 、どう、でも溶けてるイメージないよ、溶けにくいんじゃない。そうだよね、溶けにくいよね、うんうんうん、めっちゃ溶けやすかったら多分地球上に酸素ないよね。なるほど、そう、うん、だからちょっと溶けるんだけど溶けにくい。なるほど。で、あとこれがさっき言った、トシが言った、うん、物を燃やす働き、うんうんうん、空気中の、はい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 、何パーセントですか。あったね、これ。何パーセント、約これ 20% ぐらいじゃなかったかな。その通りですね、うん、約 20%、はいはい、21% と書いておきますね、うん、約 21%、 問題文によっては 20% の場合もあります、はい、大体このくらいだよってことです、うん、じゃあ早速、はい、過酸化水素水と二酸化マンガンで補修していきましょう、うん、こちらを使います。ほう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 、はい、うん、これ何、こいつがさっきの二酸化マンガン、うん、二酸化マンガンです。パッと分かりましたかね、うん、はい、この二酸化マンガンに過酸化水素水を入れていきます、はい、水上置換法なんだよね。ほうほうほう。で、水上置換法の注意事点、注意事項としては、うん、今ここに水が入ってるんだけど、うんうんうん、ここに水が入った状態にしておくと。あ、だから空気全部抜くんだ。そう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 、はいはいはい、これがこういう状態じゃダメなんだよね、うん、ちょっと見にくいかな、こういう状態じゃダメで、ここにちょっと空気が入ってても
混ざっちゃうので、うん、これを全部水にしておきます。なるほど。で集めると、はい、はい、じゃあ早速やっていきましょう。はい、過酸化水素水とキシドールを入れます。そうするとどうよ。おお、反応してるね。あわあわだね。よし、じゃあ集めよう。よし、あれをやってもらって、あ、出てきたよ、出てきた、出てきた。はい、じゃあこれを入れていきましょう。いきます。ほい。ほい。入ってくね。おお、上に溜まってきた、溜まってきた。どんどん入っていきます。お、結構いいペースだね。うんうんうん。はい、どうしどう。もう、あ、もうちょうどなくなったかも。オッケー。はい。出します、ね。はい、集められました。綺麗に。集まったわ。集まったね。でこんな感じと、はい、じゃあ本当に酸素なのかってところを確認していきます、うんうん、なんだけど、うん、これどうやって確認するんだっけ。酸素はやっぱ物燃やすからね。持ってるよね、もうね。はい、じゃあ早速確認していきましょう、はいはい、じゃあいきます。はい、じゃあマッチがあっていくぜ。入れるよ。ほい、これぐらいから。おお、落としてるね。バチ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 みたいな実際に激しくなりました、うんうん。続いてこちらです。二酸化炭素、うん、二酸化炭素ね。二酸化炭素ってどうやって発生させる。二酸化炭素も覚えてないです。覚えてないですよね。皆さんわかりますか。はい、こちらです。塩酸と石灰石。石灰石、はい、塩酸と石灰石です。はいはいはい。で、密度は大きい、うん、大きいってことは重いの軽いの。重い、ね、重いんだよね、うん、重い。はい、溶けやすさは。二酸化炭素溶けやすいんじゃない。溶けやすいね。少し溶けるんですね、うんうん、だってなんでそんなイメージだった。炭酸水、炭酸水って二酸化炭素溶けてるんだよね、うん、だから当然溶けなかったら困るもんね、うん、溶けますと、はい、で、もう有名どころ。あー、もうこれは石灰水が白く濁る。白く濁る、はいはいはい。で、うん、液の性質を示す。ほうほうほう。酸性、中性、アルカリ性。なるほど、ね、どれですか。酸性じゃない。酸性だよね、うん、なんか飲んだ感じクーってくる感じる、ね、あれね、レモンに近いというかね、はいはいはい、酸性のものですね、うん、はい、じゃあこの情報をもとに、はい、どれで集めるのっていう話です、はい、まず溶けるもんね。溶けちゃうから。ってことはこいつはないね。ないね、はいはいはい。さらに重いから。重いから。そう、下の方のね、過放置感をということになります。それでは実験やっていきましょう。はい、じゃあね、こちらを使います。ほうほう。これ何と知る。これがだから石灰石だね。石灰石だね、うんうん、石灰石に実際に塩酸を加えていきます。ほう、いきます。ほい。おお、めっちゃ出てるね。シュワーっとしてます。じゃあこれを集めていきます。これを下までやります。はい、待ちます。集まりました。はい、じゃあ本当になるかなってところで、そうどうって確認しよう。としせっかい水を白く濁らせればいいんだよ。そうだよね。せっかい水を入れていきます。はい、はい、じゃあここの透明のやつが白く濁るか見といてね。いきます。おお、もう濁った ね、 いいいね。ということで二酸化炭素が発生したということですね。はい、はい、じゃあ続いてね、はい、こちらです。アンモニア。アンモニア、はいはい、もうこれはなんとなく分かるよね。ただ、はいはい、発生方法は何ですか。もう発生方法はごめんなさい、分かりません。分からんね。これ大事だからね、みんなしっかり覚えてね。はい、じゃあアンモニア、これ、はいはい、いっちゃうね。はい、これです。塩化アンモニウムと水酸化カルシウム、はい、なるほど。塩化アンモニウムと水酸化カルシウムです。分かりにくい。アンモニウムはなんかね、うん、なんかまあイメージ、ね、塩化アンモニウムと水酸化カルシウムですので、はい、カルシウムとアンモニウムしっかり覚えましょう。で、密度が小さい、はいはい、小さい、小さい、小さいってことは軽い、軽いんだよね。はいはいはい、はい、溶けにくさ、溶けやすさはこれどうだった。溶けやすい、そう、ね、うん、めちゃめちゃ溶けやすい。あ、なんかそのイメージある、うんうん、あるんだよね。溶けやすいですね、うん、なんか尿にも含まれるとか言うんだよね。そうだ、溶けやすいんだよね。温泉とか、そう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 、はい、 はい、はいはい、そしてこれ有毒で、うん、こちらです。そうなのよ。おしっこの匂いってアンモニアっていうよね、うん、刺激臭、これがね非常に大きな特徴ですね、うん、そして、うん、これさっきでしょ、酸性、中性、アルカリ性、うん、どれ。こいつはアルカリ性だ。アルカリ性なんですね。はい、はい、ということで、はい、実際にやりたくないね。いや、刺激臭って言われちゃったもんね。部屋が臭くなくやりたくないけど頑張ってやっていきましょう。はい、はい、じゃあ続いてね、はい、アンモニアです。アンモニアはここにもうね混合物が入っているんですが、うん、はいはい、何と何だっけ。としこれ分かりにくいやつ。あ、今チラ見してる。
はい、何？塩化アンモニウムと、あと笑っちゃう笑っちゃう。おいおい、ちなみにすんなよ。塩化アンモニウムと水酸化カルシウムです。はい、水酸化カルシウムですね。これマジ覚えにくいんで、塩化アンモニウムと水酸化カルシウム。それではこれを今度加熱していきます、はい、で何痴漢法だったっけ。としこれ情報だね。はい、情報痴漢法ですね、うん、はい、じゃあもうね早速ガスバーナーをでいきます。はい、あ絶対来てるぞこれ。あ来始めた。来た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 。わかる。歳怖くてまだ書いてない。たくさん。あーやばい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 。はいはいはい。部屋が少なくなるのでここでやめます。臭いです。はい、臭いですね。はい、ということでガチで臭いです。ガチで臭いですね。はい、もう明らかにアンモニアであることがわかります。一応上向きにしてこうやってやってみる。あ、ちょっとやってみようか。一応ね。もう行く、もう行く、行く行く行くよ。行きます。いいよ。はい。そうです。あ、危ないよ。動画に見せれないあれをするとこだったわ。本当に臭いと声も出んな。はい、ということでアンモニアでした。はい、なるべくもう喋りたくないというか、喋、うん、りたくないっていうか、もうやばいよ、ね、鼻からちょっと麻痺してるよね。はい、ということでね、じゃあ水素です。はい、水素、うん、有名だよね水素、うん、はい、これ何で発生させる、うん、わかりません。はい、これはねいわゆる結構有名、薄い塩酸と亜鉛です。はい、はい、じゃあ密度は、はいはいはい、どう、密度水素だもんね、うん、軽いかな。そう、めっちゃ軽いのが特徴です、はい、非常に小さい、うん、溶けやすさは、溶けやすさは溶けにくい、にくいんです。溶けにくいのが特徴です、うん、で火をつけると、うん、はい、これ有名ですね、ポンってなるやつ。そう、ポンって音を立てて燃えるのが水素の特徴ということで、はい、水素実際に実験していきましょう。はい、ということで実際にこちらです、はい、ほうほう、こちらを使ってやっていきます。これ何、さっきの亜鉛だね。はい、亜鉛ですね、うん、この金属の粒亜鉛に何を加える、はいはい、塩酸を加えていきます。こんな感じでめちゃくちゃ出てきた、めちゃくちゃ出てきた、出てきた。で早速補修していきましょう。はい、オッケー。で補修が終わりました。はい、よいしょ。おい、どうやって調べる。これはあれだね、はい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 、マッチの火に近づけて、うん、ポンってなるか。ちょっと待ってね、うん、はい、じゃあ近づけたら外していきます。じゃあいきます。おい、いきます。なるかな、なってくれ。 OK、 はい、おお。今度こそない。すごいね、すごいね、ああビビったよね。ちょっと顔赤くなってるよ。ピピンっつったよ。はい、ということで、水素でした。はい、最後が窒素です。窒素、窒素はこれは聞いたことあるよね、トシ。うん、どんなもの、まあ、やっぱ空気にいっぱいある。そう、もうめちゃめちゃいっぱいあるんだね、うん、ほとんどここら辺にあるもんほとんど窒素です、はいはいはい、で窒素は当然空気中に存在する、うん、で、密度は少し小さい、ちょっとだけ軽いんだ。そうそう、なぜなら、はい、だって空気にあるものと一緒だから。あー、なるほど。密度って空気との比較の密度ですので、そうそう、ほとんど変わらないと、うんうん、で溶けやすさ、はい、これはこれはどうだ、窒素だもんね、うん、まあ、空気が溶けやすいか溶けにくいか、うん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 、溶けにくいか、そうだよね、溶けやすかったら困っちゃうよね、うん、溶けにくい、うん、で空気の約 78%、はいはいはい、ほとんどを占めているということです。はい、はい、これが、窒素でした、うん、じゃあこれを踏まえて、うん、今のものもう一回確認で、はい、水蒸気痴漢法って何が集められますか。溶けにくいものだもんね。はいはいはい、となると、まあ、酸素、まあ、少し溶けるものもいけるとすると、二酸化炭素、二酸化炭素と水素、水素と窒素、窒素ということでこの4つだね、酸素、二酸化炭素、水素、窒素、うん、じゃあ下方痴漢法は、下方痴漢法は溶けやすくて少し重いもの、だから二酸化炭素も集めれる。そうだね、うんうん、二酸化炭素も集めれるということで、はいはい、明らかに大きいものの二酸化炭素が集められるということですね、はいはい、うん、じゃあ情報置換法は、情報置換法は水に溶けやすくて軽いものだからアンモニアだね、うん、アンモニアが集められるということで、はい、アンモニアというふうになっております。はい、はい、ということで以上で本日の実験終了です、はい、どうでしたか、はい、ちょっとまだ匂いしてるけど、匂いしてるよね。なかなかきついよねこれ。はい、ということで、集め方と発生方法しっかりと押さえておいてください、はい、それでは本日の勉強終わっていきましょう。みんなも頑張って覚えましょう。それではまたね。